まあ、3連勝っていうことで、まあ、本当チームの雰囲気もすごいいいですし、まあ、次本当湘南戦なんで、まあ、それに向けてすごいいい準備ができてるなと思います。まあ、次に限らず本当に全勝しないとあの J1 昇格っていうのは見えてこないと思ってるので、まあ、本当、まあ、相手がどうとかではなく、まあ、これから全部勝つつもりで、まあ、行きたいなと思います。まあ、なかなか失点無失点の試合ができないということで自分自身すごい、まあ、申し訳ないというか悔しい気持ちありますし、まあ、これからあのゼロを抑えれば、まあ、絶対前は点取ってくれるというふうに信じているので、まあ、何としてもあの後ろみんなで声出してゼロで抑える試合を多くでもできるようにしたいと思います。まあ、本当次すごい大事な試合になるので、たくさんの人にあのスタジアムに足を運んでいただいて、名古屋の風を起こしましょう。よろしくお願いします。